はようございます。釣り子 TV です。何か送られてきましたよっていうことで、こんなね段ボールなんですけども、なんだろう、結構ね大きめの段ボールなんですよ。じゃあ早速開けていきたいと思いますね。えちょっとね、なんか送りますってね連絡あったんだけど、何送りますとかねそういうのは一切なかったんで、楽しみでもあり怖くもありっていうことなんですが、じゃあ早速開封。はい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 、なんか深いな、なんか。おーん、はい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 、ってことで、なんかいろいろ、あとお手紙が入っている。ちょっとね見ていきますけども、ん、何かルアーですねこれね。うん、ちょっとこんな感じの箱に入ってますが、早速見ていきたいと思います。え、ハウルーラー、あ、うん、おー、なんかいっぱい、あれー、こういうやつか。わ、ルアーがいっぱい送られてきたってことですねこれ。おー、あ、これは2個だ。結構な量ですよ。おい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 、すげえ量だぞこれ。店開けちゃうんじゃねえかっていう。あら、以上。何これ、すごいぞ。シーバスっぽい感じのルアーですよね。あらら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 、らおお、そういう、こういう感じのがこう入っていて、あとこっちはだいたい一緒なのかな。へー、あらー、これね、フィッシングショーとかでたまにお世話になっている、ね、取材させてもらったり、エンジンのルアーですね。あ、エンジンのシーバスブランド、アリングス、エクリプスってことになるのかな。あらー、ありがとうございます。で、ごめんなさい、まだ勉強不足なんですけど、なんでしょうかこれ、いっぱい来ちゃったけどね。え、こんな感じ。うん、まあこれから今シーバスシーズンに突入してますからね、使ってみてちょっていう感じだと思うんですけども。ハウルーラゼオ95シンキングペンシル、絶対的飛距離確保なんて書いてありますね。ヒラメシーバス青物なんかにいいよっていうことで、ウェイトが 28g のね、95mm っていうこと。あ、 95mm で 28g あって、で針もちょっとね、ごつめの針がついているから、これは使いやすそうだなっていうのが山盛りと、あとこちらがですね、ハウルーラーラウ60フルメタルバイブね、必要不可欠絶対無二って書いてありますけどね。こちらもシーバスタチューを青物なんかに使ってねっていうことで、1オンスなんでおよそ 28g ほどあるんじゃないかなということで、大きさが 60mm っていうことで、まあ、小粒でぶっ飛ばしのね、メタルバイブっていうことですね。へー、でね、ちょっとしたこんな値段で売ってますよなんていうのが書いてあって、ですね、あ、買いやすいですねこちらね。なんだっけ、ハウルーラーラウ60ってのは830円ほどでこれ買えるみたいですね。おー、買いやすい値段でね。こういうのってやっぱりまあどうしても沈むもんなんで、根掛かりしやすいなんていうところがあって、まあそんな時もね、1個830円なんで、まあまあどうでしょうっていうところで、で、こちら、
これなんかすごいねカチッとした作りなんですが、ハウルラゼオ 95S っていうのがですね、1270円っていうことで、これまたね、どうだろう、この手のルアーってだいたいね1800円前後ね、まあ、1500円とか1800円とかそれぐらいするのかなっていうところですけども、やっぱりこのなんていうんですかね、リングスねシリーズ比較的お求めやすい価格っていうのがイメージとしては、ワームなんかもあとサオなんかもあるので、そういった感じで、ガンガン投げてねっていう値段設定が非常にまず嬉しいなぁなんていうふうに思いますけども、じゃあ早速ちょっと開けてみますかね。よく使いそう、あ、コンスタントギーゴみたいな色もあるなぁ。うん、この背中にねオレンジが入っている。まずこちらどんな感じのルアーなのかしらということで開けていきますが、これすげえな、数が何にしろいっぱい入っちゃってるんでね、えどうしようって感じですけど、何も出ないですよっていうね、こんなことしてもっていう、まあ動画で紹介はしてるんですけどもはい、しっかりと針が止められていて、ちょっと外してみたところ、いやーこれカラーリングもちゃんと凝ってるし、作りもすんごいカッチリとしてるので、へーでね、これで 28g あるんで手にすごいずっしりきます。でシンプルな形状で、これはぶっ飛びそうだなーっていうね、沖でなんかたまにボイルしてるんだけどどうにか届かせたいなーなんていう時はまずもんで、使えそうな雰囲気ですね。で、針がね結構、ランカーとか来ても安心そうな比較的太軸の丈夫そうな針がついているので、まあ、実際にね今もうシーズンインしてるので、投げてみたいと思います。これがまずですね、ハウルーラゼオ。これは、あ、ちょっと後でタモお願いしたい。まだもう少し時間かかっちゃう。おっしゃ、来たよ。秋のシーバス。いい引き、いい引き。はい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 。サイズはどうかな？俺もスピニングなんでタモが必要なんでございます。おー、いい引き。おー、おい、ありがとう。あー、いいねいいねいいね。ちょっと、あ、いったやつ。はーい、これね初めて使ったんだけど秋っぽいシーバス連れてくれましたね。28g あるんでめちゃくちゃ飛ぶからね、沖でボイルしていたり、はたまたどこにシーバスがいるか分かんない時とか広範囲に探る時はね、ほんとバッチリなんじゃないかなということで取れるかなね。結構ねいい感じ。カラーはね、あのコンスタントギーゴってラパラで昔あったカラーですね。ほいでダン、イエーイ、秋っぽい。60はね、超えてるかな、どうかなって感じですね。じゃあ逃がしてあげます。やったぜ。飛ぶねえ、ちょっと、よっしゃ、入れがかり。今度はどうかな。
いやーよく釣れんなこれ。おーおーおお、寄ってこない寄ってこない。ちょっとねボイルとかあんまりしてなくて場所が特定しづらいから、そんな時にねこう広く投げれるっていうのはね、ありがとう。いや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 、いい釣りさせていただいております。バラしたくない。あーバレた。再開1投目でねいきなりヒットしてくれて、引き続きちょっと投げてみたいと思います。ペンシル系ですか。そう、まあシンキングペンシルみたいな。背中の模様のやつ大好きです。ああコンスタントギーゴ系のカラーね、これ釣れるよね。釣れないで言うと僕の中であんま釣れない。あんま釣れない。ああ結構中学生ぐらいからラパラとかでもずっとこの色でなんやかんやいい釣りできてるから、ラパラとかタックルハウスとかのその色。うん、大元はねあのラパラで始まった色かな。で他のメーカーが釣れるって言っていろいろ作ってるけど、よーし、うぃー、いい引きいい引き、秋っぽい。よいしょ。久しぶりだ。久しぶりの当たりですよ。さあ、おお元気だな、もう最高だぜ。ちょっと小さいけど、あ津田くんこれは抜ける、抜ける、抜いちゃうね。ありがとう。よいしょ。いや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 、ありがとう。はい、おおこれねよう釣れるね。ちょっと今ね入れ食いタイムは終わってなかなか当たりが出ない時間になってきたんですが、まあサイズはねちょっと小ぶりだけどね、えいやよーくコンコンコーンっていい当たりを出してくれる。やっぱで使ってて思ったのが、最近の今日もねシーバスルアー買ったんですけど、全部2000円を超えてくるようなね金額のものが多くなってきてる中で、こいつのちょっと安いっていうのはそれだけで正義かもしれないね。やっぱりシーバス始めたいけどルアー高くて困っちゃうよなんていう人にはこれおすすめかもしれないですね。買いやすい価格帯でよう釣れるっていうことで、じゃあ逃がしますね。あ95っていうことですね。これ全部シンキングだよな。 95S、95S、95S、 あ全部 95S、 これの色違いがいっぱいあって、でちょっと気になるのがですね、こっちですね、メタルバイブっていうことですけど、ハウルララウ60フルメタルバイブね、これもじゃあちょっと今手に取ったから開けてみたいと思いますが、あーはいそっかそっか、なるほどなっていうね。これはこのカラーリングが綺麗なんで、なんだろう、
樹脂かなって思うんですけど、もう手に持って触るともう、あ、もう一発でね、あ、フルメタルだわっていうね。あ、結構ずっしりきます。このコンパクトな感じで、1オンスあるっていうことなので、そうですね、1オンスですね。これはぶっ飛びそうだなっていうところと、ボディは小粒なのに針はね、このボディサイズにしては比較的大きめ、丈夫そうな針がついております。針のね、番手も書いてあるんですけども、フックがね、8番ね、装着していて、あ、でリングサイズも書いてありますね。リングはね、2番っていうことですね。ブルピンイワシっていうカラーですよ。へー、メタルバイブね、これもね、年がら年中釣れる、ルアーではありますけども、特にこのサイズ感であればイワシとかを変色しているときね、この城が降る、始まるちょい前、こういう小粒なイワシの群れとかをシーバスが追っかけ回してるときとかに、ガゼンね、効いてくるのと、あとはこういう沈んで煙突が効くやつだと、日中のね、ボートシーバスなんかでも釣れるし、夜も釣れるしっていうところとね、それとそうですね、まあおかっぱりからもぶっ飛ばせるよなっていうところで、ちょうど今ぐらいじゃないですかね。ここからもう1ヶ月2ヶ月経つと、この白パターンね、最盛期になってね、ビッグベイト、ビッグベイトなシーズンになるので、まさにこの、10月の頭ぐらいなんかに、自分の行く関東のフィールドだとね、使いやすいんじゃないかな。で、この城が終わった後ね、この城があれあんまり釣れなくなったなーって後に、またこうイワシとかね、小型のベイトを変色するタイミングになったら、そっからまた釣れ続けるんじゃないかな。そしてシーズンが終わっていくっていう感じだと思うので、おいおお信じらんないサイズが釣れた。はい、イカチータックルですんごいちっちゃいのが釣れましたよ。イエーイ、これは逆に嬉しい。さあジョイクロより小さいかもしんないよ。よいしょ。はい、こんな感じでね。岡さんのアドバイス通り上流のところで、今後トリップ始まるかなぐらいのところで作ってきました。何ってポイントはないから、その呼ぶコブ、はい、コブのその上側とか下側とかに、その上流からドリフトして流し込むと待ち構えてたのが食うんだけど、こっちに明確なブレイクラインってないはずだから、なんかそういうちょっとした釣れたところとか連チャンで釣れるから、いろいろ探って、
よ来たよ ちっちゃいのが、これは大丈夫なやつですわ。ああ元気元気。あ違うか、どうなんだ、流れに乗ってるだけなのか。抜けんのかお前。あー抜け、バイバイダメだった、抜けないサイズだった抜けないサイズでしたわ。元気だな、キーシーバス。元気っすよね。ねえ、全部健康体。ありがとう。おお、流れに乗んな。よし、あ、またバレた。いや、今のもね、大丈夫。釣れんな、これ。バイブ。どういうところのバイブってどういう動きしてるの？薄いボディで、なんつうのかな。流れに縦に入れられる感じかな、縦に。うん、それでもそんなに派手な動きしないから食わせやすいっていうか、ミノーとかカゲロウとかだとこうドリフトして横っ腹に潮を当てるイメージなのが、メタルバイブだと縦に切ったり、まあもちろんドリフト気味に流し込んでもいいんだけど、いろいろできちゃうから結構使いやすい。まあちょっとね、こんだけ数があるので、ありがとうございます、提供。グリップスって感じですかね。ね、送って、まあ使うタイミングがあるのかないのかね。あのね、まあ LINE ではね、ちょっとやり取りしてて、釣りまくってくださいなんてね、無責任なこと書いてありましたけどね、わかりました、釣りまくりますよね、なんとか、投げ込んでみたいと思います。っていうことで、本日の釣り子 TV はこちらですね。なんか日頃の動画見ていただいてるのかな、まあ、このぐらいのね季節ね、あのシーバスなんか行く機会が多いので、これで釣ってみなはれやっていう感じで送ってくれたんだと思いますけども、まあまあな数もありますんでね、ありがたくいろいろなタイミングで、投入してみたいと思います。はい、というわけで、本日の、釣り子 TV は、こちらとこちらね、なんだろうな、これリングスのですね、エクリプスシリーズから新しく出てんのかな、もう出たのかな、わからない、ハウルーララウ60とハウルーラゼオね 95S ね、これがなんか大量に送られてきたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。Thank you.